皆さんこんにちは。人類は遥か昔から魚や貝、エビなどの水産物を食べてきました。中でも甲殻類は世界各地で広く愛され珍重されてきました。人類が初めて作ったとされる料理本では、甲殻類のレシピが実に4分の3も占めていました。今日に至っても甲殻類はタンパク質に富み低カロリーなので、多くの国で人気のある食材となっています。カニ、ロブスター、エビはフランス、スペイン、ポルトガル、日本をはじめ多くの国で食べられています。しかし、多種多様な甲殻類の中で人間が食用としているのはほんの一部です。現在約7万3千種類の甲殻類が知られていますが、この中には奇妙で危険で恐ろしいものがたくさんいます。今回のビデオではちょっと変わった甲殻類の数々を紹介します。ヤシガニの姿を見かけると神経の弱い人はびっくりとしてしまうことでしょう。実際ヤシガニは世界一と言っていいほど興味深いと同時に少し気持ち悪い生き物です。いずれにせよ、ヤシガニは陸上に生息する甲殻類としては最大級で、体長は40センチメートル、体重は4キログラムにもなります。しかし最大の特徴はその大きさではなく、変わった習性です。ヤシガニは泥棒するのがとても好きなのです。フォークやスプーンなど光沢のあるものを見かけると、ヤシガニは迷うことなく自分の巣穴に持ち帰ろうとします。しかもこの泥棒癖は本当にひどく、まさに手当たり次第に盗んでいるような印象さえ受けてしまいます。基本的にヤシガニはベジタリアンで、大好物はココナッツです。ココナッツを手に入れるため、この大きな節足動物はヤシの木の頂上まで登り、大きく強力なハサミで実の付け根を切断して実を落とします。ほとんどの場合、ヤシの実は地面に落ちるときに見事に割れます。ヤシガニのハサミはヤシの実を割るほど強くはありませんが、高い木に登り実を落とすのには十分なのです。ちなみに人間の指も軽々と切り落とすことができます。ヤシの実と一緒にヤシガニ自体も木の頂上から落ちることもありますが、ヤシガニは平気です。4メートル以上の高さから落ちても何ら問題はありません。またヤシガニは様々な果物、亀の赤ちゃん、ネズミ、さらには死んだ動物なども食べます。ヤシガニは高級食材とされるだけでなく、海春薬にも利用され食用に捕獲されています。ただし絶滅を防ぐために、一部の国や地域ではヤシガニの捕獲に厳しい制限を設けています。皆さんはアメリカンロブスターをご存知ですか？大西洋海域に住んでいるこの大物の体重は約20キログラムもあります。あまり近づきたくない相手ですね。大きなハサミを見てください。片方は獲物を砕くのに、もう片方は切断するのに使います。もし何かロブスターの気に入らないことがあれば、私たちの手がこのハサミに挟まれてしまう可能性があります。しかしアメリカンロブスターの面白い点はこれだけではありません。例えばアメリカンロブスターの歯は胃の中にあります。その胃はというと口の中にあるのです。またアメリカンロブスターは古い主客の代わりに新しい主客やハサミを生やすことができます。これこそまさにスーパーヒーローのようです。鉄砲エビは体長3から6センチメートルのエビで、熱帯および温帯の沿岸海域に生息しています。パッと見無害に見えますが、第一印象を信じてはいけません。そうです、鉄砲エビはとても危険な捕食動物なのです。ちょっと変わったハサミを持っており、獲物を実に面白い方法で捕らえます。そこら辺の平凡なエビのように獲物をパチンと挟むのではありません。鉄砲エビは進化の結果、もっとずっと素敵な武器を手に入れたのです。狩りをするとき、鉄砲エビは穴の中に隠れ
獲物が通るのを待ちます。穴から触覚だけを出し、獲物の接近を見張ります。相手が最接近した瞬間、鉄砲エビは穴から出て大きなハサミを広げてかち合わせ、パチンと大きな音を出します。これは180から190デシベルにもなり、獲物は驚いたり時には気絶してしまいます。そこで鉄砲エビは素早く唖然となった獲物を巣穴に引き込みます。この爆音を出す武器のメカニズムについて少しお話ししましょう。小さなガラス瓶ぐらいであれば、鉄砲エビの爆音の衝撃で割れてしまうこともあります。この音はハサミの2つの部分が物理的に接触するためだけではなく、ハサミの内部が空洞になっていることで増大されます。これが共鳴器の役割を果たし、音を大きくするのです。さらにハサミの両側が激しくぶつかることで、強力な水の衝撃波が形成されます。中国モクズガニはもともとは中国の黄海と淡水湖のみに生息していました。100年ほど前に偶然ヨーロッパの水域に運ばれ、そこで現在在来種のカニを駆逐してしまっています。というのも、中国モクズガニは驚くほど多産であり、またごく短い期間に生息地を広げます。しかも淡水、海水のどちらでも生きることができるのです。さらに問題なのは、このカニは水域に住む魚を捕まえるだけでなく、魚の卵まで食べてしまうことです。これは生態系に深刻なダメージを与えることにつながります。その上、中国モクズガニは川底に多数の大きな巣穴を掘ります。これが堤防、ダムなどに近い場合、建造物に大きな被害を与えてしまいます。そして最後に、このカニは食用にもされますが、調理には細心の注意が必要です。というのは、肺や脳に影響を与える危険な寄生虫、ベルツ肺球虫の中間宿主だからです。加熱が不十分、または生の中国モクズガニを食べるのはとても危険です。食材としてのカニは高価なグルメ食材で、全ての人の手に届くものではありません。これは毛ガニ、松葉ガニやタラバガニについてのお話です。しかし、カニの中には人間にとっての致死量を超える毒素を含むものも存在します。代表的なのが、インド洋から西太平洋地域に分布するスベスベマンジュウガニです。面白いことに、このカニは自分自身では毒素を作らず、餌から体内に取り入れています。このようなカニは生涯を通じて毒素を体内に蓄積し続けるので、迂闊に食べたりすると大変なことになります。スベスベマンジュウガニの持つ毒物はどれも 0.5mg 程度の摂取で、平均的な成人は死んでしまう可能性があります。またこうした毒素は高温にも耐性があり、どんなに丁寧に調理をしても無害化することはできません。このカニから毒を取って調理することは、フグの調理とは比べ物にならないほど複雑です。冬の最初の満月の夜、何十万匹ものカニが水辺に向かい、そこで小さくなった殻を脱ぎ落とします。これはかなり興味深い光景で、攻撃に向かう何千人もの軍隊に似ています。でも、もしクモやカニが苦手なら目を閉じてください。タカアシガニはある種クモとカニが合体したみたいな、少し恐ろしい見た目をしています。でも最も恐ろしいポイントは、信じられないほどの大きさです。タカアシガニがハサミを広げた時の幅は2から4メートルにもなり、体重は約20キログラムにもなります。インターネットには恐ろしい話があふれているので、このような怪物は悪い子供を食べてしまうと皆さんはお考えになったかもしれません。しかし、公平さのために言うと、そのようなことはありえません。タカアシガニはもちろん攻撃されない限りですが、人間に興味を持つことはないでしょう。若いタカアシガニはとても美味しいと言われます。しかしながら、タカアシガニは深海に住んでいて、漁は困難で非経済的になるため、ほとんど行われていません。皆さんは甲殻類を食べるのがお好きですか？
ぜひいいねを押してコメント欄で教えてください。ではまた次回お会いしましょう。